はい、ということで、こちらのゲームウーマンコミュニケーション、ウーマンコミュニケーションをやっていこうかなと思います。難易度を選択してください。オプションからいつでも変更できます。どの難易度でも物語は変わりません。こんな人におすすめ、卑猥な言葉をよく知らない、短時間でゲームを楽しみたい人、適当に自分でも考えたい人、難しいステージではヒントが欲しい人、卑猥な、知識が豊富な人、実況や配信で高難易度に挑戦したい人。まあ一応、いやでも私さ、言うてそこまでの知識ないと思うんだよね。かといって、まあ、セースを運営してるわけではない。だけど、一応ね、実況動画撮ってるということで、まあ、アブノーマルですかね。でもサポート欲しいかもしれないな。まあ、一回ちょっとノーマルでやろう。自分に甘いですから、私。今設定しますか。これいけんじゃない？ストライク9の無修正モードでいきます。ゲームの進行状況は自動的にセーブされますと。自信満々。困ったものない。ここね。満々こうね。満個ね。まずは標準カーソルを動かしてみてください。標準カーソルの操作はキーボードコントローラーだけでマウスでも可能です。お、あ、これね、はいはいはい。じゃあ次に、何発か発射してみてください。発射ね。あ、ズキュンズキュン、あ、いいね、楽しい。いっぱい発射しましたね、初めての発射。それでは最後に会話テキストを一つ表示します。その中に隠れた卑猥な単語を見つけ出し、標準カーソルを合わせて、矢で撃ち抜いてみてください。それが1個だけでいいんだ。ここだけだよね。こちらに参ります。映画とかどう？ここに文庫見ませんかしら。平日だし大丈夫っしょ。その後フェーでお茶して、私フェーラーの美味しいお店を知っていますの、大丈夫じゃないか。行きませんこと？行く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 って別にさ、まあ、なんか卑猥かって言われたらちょっと分かりにくくないか。満点ですね。はい、まあ、やっぱね、私はもう下ネタの広告ゲームでやってきたっていう実績があるんで。あ、怖っ。でも怖いわ。スタート。あんた学食で 何買ったの？ラッペチーノ、抹茶フラッペにするか悩んだんだけど、あんたはえ、はい、あ、おっぱい、あ、やばい、逃したわ。あ、いい匂いだね。やばい、逃したわ。え、むずいかもしれない、これ。逃したな、多分。で、何個買ったの？パイズリー。結構さっきパイって逃したよね。そうだよね。え、むずいよ、これ。パイ、多分。ここね、アップルパイのパイね。10万コイン。なるほどね。こうか。スタート。明日の小テスト勉強しなくても余裕っすよ。明日の、困ったものね。
題を出して、出して、あ、レクイエム、この単語の意味は、あ、あい、チンコ。正しく書ける?行くとか、う。スペルマってなんか、これ実況動画で見ました。すいません、なんか。見たんで。えっとね。ポイーン。あ、え、でも満点じゃん。あ、よかったー。ここちょっと怖かったけど、そう、スペルマンってあんまりよくわかんなかったんだけど、あるんだね。え、何か知らないけど満点。なんか制限、多分ね、探せることは探せんだけど、マジね。安定しものね。ああ、時間停止もの。時間停止の能力を利用し、会話テキストの中に隠された、卑猥な単語を打ち抜いてみてください。あ、お上手です。ちょっとびっくりされてんだけど。時間停止を使える残り時間は左下の時計ゲージに表示されます。時間停止をしていない間、ゲージは自動的に回復します。時間停止は重要なテクニックなので、どんどん活用していきましょう。スタート。うん、お腹すいたよ。これは大丈夫だよ。分けてあげる。私、大だね、ダイエット中なの。いっぱい、ハイパンね、はい。ハイパンはなんか、はい。わかるんだけど。我慢を紛らわせる。これ、しょっちゅうマンコ出てくるからね。おいしいパン。シーパンはシーパン。このパンツ、え、6個も見つけれるかな。うんこ、パンチラシ、ちょっと待って、パンチラ、パンチラ、出た、あと1個目、うずい、おいしい、いや、じゃあクリームパン、リームパン分けてあげる。ダメ、私、ダイエット中なの。ダメダメ。マンコ、このガムで紛らわせる。だから、せっかく美味しい。なにこれ?チリ?え?え、なにこれ?未発見。これ何?CLEI? シリ?あ、シリ?お尻のこと?シリってこと?え?分けてあげる、ダイエット中。え、シー、え?シリなんてある?シリ?わかんない。え、どこにあった?わからんってなりましたね。まあね、チャプター1をクリアしましたので、むっつりとね、診断完了。私のむっつりとね、あんまりでも私結構オープン目だからむっつりしてないと思うんだけど。なにこれえ、無限大ないな、むっつりだ。実は、いくフェチ、どんなフェチ、嫌なんだけど。あ、行く行く言ってるみたいな感じかな。そんなことねえわ。そんなことないわ。ということで、よかったらね、チャンネル登録、高評価、コメントね、お待ちしております。また、この続きもよかったら出せたなと思っておりますので、よかったらチャンネル登録して、見に来てください。では、最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。